それはもちろんきちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。何が仕事だよ。金も稼いでないくせに毎日祈ってるだけじゃん。ほら、だいたい神の声とかうさんくさいこと言ってるから城から追い出されたんでしょ。それだよ。それなんでそんなのやんなきゃいけないのさ。めんどくさい。この屋敷に来られたのは嬉しいかな。2日経ってもまだ見てないとこばっかで楽しい。この程度の傷で動けぬとは、まるでテラン並みのダジャクさよの。されば今一度挑戦してみる。強硬派？抜けている、ほうけている、堕落している。ゼロはどうした？帝国臣民の敵を捕まえろ、ゼロを！我が愚弟が寝込んだだけでこの有様とは。赤子かき様らは、まったくフエゴレオンのバカめ、とんだふぬけ軍団を育ておって。クソうせえこいつら。安則くん、そこの突面強化して。ああもううるせえな。私の負けでいいから仕事しろ。すばしこい黄色の猿め、もう逃げ場などないぞ。え、どうする？どうすんだよ恐竜者。貴様らこそ廃棄物にしてやる。我は勝者じゃ。最強にしてあらゆる敵を打ち破る者、敗北なる者を味わうのも悪くないと思うてな。古き神々の王を蘇らせ、この町の調律は少々面倒です。歪みだけではない、何か違和感があるような。組んだやつをみんな月に行かせてしまった。グリーンダイヤモンドもルビーもサファイアもピンクトパーズも尊敬するところなんてないよ。いや、瀬野夏留君と呼んだ方がいいかな。僕は皆川ひとみ、あと上田理香とは面識があるよね。うろたえるな二人とも。こっちは三人、まだ僕たちの方が有利だ。